定数数にいたしましたので、ただいまから新潮社に関する特別委員会を開会いたします。それでは特定事件であります新潮社の機能規模、予算など新潮社建設に関する諸問題の調査を議題とし、調査を進めます。本件について一件執行部から発言の申し出があっておりますので、これを許します。それでは新庁舎建設事業の進捗状況と今後のスケジュールについてをお願いします。はい、岩本財務部長。はい、こんにちは、財務部岩本でございます。新庁舎建設につきましては、ただいま基本設計を進めているところでございます。それ本日その基本設計の具体的なものというところまでは、お示しできませんので、その点については誠に申し訳なく思っているところでございますが、現在取り組んでいる状況等につきまして、担当の新潮社建設課より説明をさせますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、松本新潮社建設課長。はい、すみません。まずは、私の方からですね、新庁舎の進捗状況等の、説明の前にちょっと一言お話をさせていただきたいと思います。新庁舎の建設にあたりましては、委員会ご協力のもと、昨年8月に基本構想を終え、できるだけ早い段階でおおよその基本計画案を本委員会にお示しする予定で進めてまいりましたが、これまで、部内外や、関係機関との、協議調整等に時間を要しており、いまだ素案を提示する段階には至っていない状況となっております。このことにつきましては所管課長としまして、まずはお詫び申し上げます。大変申し訳ありませんでした。巷では、昨年の熊本地震において、市内の避難断層帯の割れ残りが指摘されており、大地震が再度県南地域を拠点として数年以内に発生する可能性があるとも指摘されているところです。また、県内では昨年の熊本地震から1年以上経過した今も避難所あるいは仮設住宅の生活を強いられている方も多数おられる状況です。新庁舎の建設は市民の皆様の重要な防災拠点の建設につながるものでありますことから、新庁舎の一日も早い着手完成を目指し、市としましても取り組んでまいりますので、今後とも委員各位のご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。この後担当係長より進捗状況並びに今後のスケジュール等につきまして説明を差し上げますので、よろしくお願いいたします。はい、柿田新庁舎建設課副主管兼新庁舎建設係長。新庁舎建設課の柿田でございます。よろしくお願いいたします。それではお手元に今資料の方をお届けしておりますので、内容とともにご説明を差し上げたいと思います。まずは閉じてあります一番上の方にスケジュールの方が、1枚開けていただいたところですね。スケジュールの方がご提示させていただいております。こちらの方は今基本設計の方2月から契約をいたしまして、現在作業を進めているところでございます。内容としましては、敷地内の建設予定地に関するボーリング調査ですとか、それに伴う敷地内の木々ですね、それから記念碑、そういったものの調査検討等を進めていっております。それから他に敷地内には水源地とか、今回は都市計画道路等も予定されております。合わせて文化財等もありますので、そちらの調整等を現在行っているところでございます。一応完成の目標は12月末としておりますが、これも今の段階でですね、確定ではございませんで、随時調整をさせていただきながら進めてまいりたいと考えているところでございます。次にアドバイザーというのがございます。これは6月以降に一応予定をしておりますが、今回大学の先生方4名の方にお願いをしているところです。
こちらは一枚向けていただきますと名簿の方を付けさせていただいておりますけれども、熊本大学から3名、それから熊本高専の方から1名ということで、ご協力をいただくことになっております。内訳としましては熊本大学のお二人が建築関係、それから熊本高専の先生が同じく建築関係でございます。熊本大学のもう一人の方、田中直人先生が景観ということで、こちらの方今回の八代市としては景観も重視したいということの流れで、アドバイス等をいただく予定としております。スケジュールの方に戻りますけれども、現在5月から敷地内の関係で庁舎ですね、被災度調査等を行っております。これは現在まだ行っている作業ではございますが、被災度、これはひびとかですね、そういったものの状況調査、それから解体に至る際にアスベスト等が非常に大変問題になりますので、こちらの調査をかけているところでございます。同じく5月から本敷地内のレーダー調査というのをかけております。こちらの方が大体6月末をめどに順次行っていくということですが、これは文化財等ですね、地中埋設物の調査ということで予定をしているところです。まあ、今回建設する予定敷地内にはですね、複数の文化財がある可能性がありますので、こちらも事前に調査をかけた上で今後の取り扱いに注意したいというふうに思っているところでございます。それから一番下に行きますと市民のご意見ということで、大体7月ぐらいからワークショップ、それからその後パブリックコメント等を予定したいと考えております。こちらの方はまだ皆様に絵とかもですね、ご提示していない状況ですが、今後ある程度の基本構想の絵が出てまいりましたときにですね、こちら議会の方に説明した上でワークショップ、それからパブリックコメント等で市民の皆様に見ていただきながらご議論をいただく予定としておりますので、こちらは適宜開催ということで実施してまいりたいと考えております。それから先ほど名簿を過ぎまして、もう一枚めくっていただきますと写真の方を載せております。こちらの方は今地盤調査をしているところの写真等でございますが、現在4カ所敷地内で調査を予定しておりますが、3カ所目でございます。もうすぐ4カ所目が入るんですが、それから約2週間程度また時間を要するというところで見込んでいるところです。それから地中レーダーというのはこういった形でレーダーとですね、これは音を叩いて、また二重で探査をして、深いところまで、5メートル程度ですが、そちらの方まで見て、文化財等、何か埋設物等がないかという確認を作業しております。これとここに写真はございませんが、これと並行して文化財の方は私掘調査というのが予定されているようでございます。こちらは所管課の方、文化課の方で対応されるということで、今後私掘の位置等ですね、確認しながら作業を進めてまいります。それから一番下が被災度調査の写真でございますが、こちらはもう破損したところの現状調査でございます。どこにどれぐらいということで箇所を確認した上で全て記録を取るという作業でございまして、こちらの方が7月末まで一応時間を要するということで、現在作業は進めております。なるべく急いでということで作業を進めているところでございます。それから裏面の方に行きますと、樹木の移設等で写真をお載せしております。これは高田みかん、それから万平等ですね、もともと玄関にあった木々については、工事が始まる前に事前に移設をしておかなければならないと、これは実際の業者さんの方に以前からご相談をした結果、ある程度時間に余裕を見て移設しないとちょっと枯れるということで早めに移動しているところでございます。それから下の方は旧庁舎内の現状でございますが、現在その調査等が入っておることと並行して、今まで使っていたキャビネットとか机とかまだ残っているものがございましたので、そういったものを集めてですね、今後新庁舎の方で使うか使わないかの判断、これは破損しているかということも含めてなんですが、こういったことの調査を進めながら今現在準備を行っているところでございます。
次に今度は敷地の図面の方を載せしております。こちらの方は現在のまだ予定でございます。なぜかと申しますと、ちょっと敷地内の余剰件としましては、右側に出ております都市計画道路、それから左側に備えております水源地、それから北側の方は今仮設が立っておりますけれども、こちらの方文化財の放送地でございます。今回は旧庁舎の敷地をベースとして、できるだけはみ出さないような形で設計を考えなければならないということがございます。で、今まで基本設計の方で、基本構想の方で、およそ1万9000平米程度ということで、数字をいただいておりますので、そちらをもとに現在、計画を進めているところでございます。ただそういった条件のもとでまだ正確な位置に落とせていないのが現状です。道路等の幅員等も含めれば、もうちょっとサイズが変わってくるようなところも含めてございますので、そういったところには十分注意しながら実施してまいりたいと思います。今左側の方にありますのは、下の方が旧執務室等の表示でございます。こちらが上の方が新で、今久米設計さんの方が以前提案されたものをベースに検討している段階ですので、これはあくまでもその案としてのご表示でございますので、よろしくお願いいたします。こちらの上と下で図で違うところといいますのは、市民活用スペースというのが以前の旧庁舎では昔の食堂、それから市民の情報プラザ、その他はロビーということで扱っておりました。今回は基本構想の中でも市民スペースの確保ということで、お言葉ご意見等をいただいておる関係上、今回左側上の方ですね、左側の方には市民活用スペースということで大幅に増やしているところでございます。もともと1万2000平米ぐらいから1万9000というふうになっておりますが、ほとんどが市民スペースの拡張ということで、現在、こちらも計算をしながら作業を進めています。それから一番最後の用紙になります。こちらの方は久米設計の方も含めてですが、今回八代市が基本設計を業務委託する際にどうしても必要だということで提示した内容でもございました。これは建設後のランニングコストを削減してくださいと、できるだけ抑えてほしいということでお話しした内容でございます。今回お手元にお届けしているのは久米設計さんの提案書から抜粋したものでございますが、いかに効率よくエネルギーの削減をしていくかということでの提案ですので、こういった形で今1、2、3として表示はしておりますけれども、トータル的に見て今までの庁舎よりもこれぐらい削減が可能ではないかという数字表記でございますので、これが正確かと言われればあくまでも想定の範囲ということでご理解いただきたいんですが、右側ページの右側ですね、中段頃にありますけれども、年間一次エネルギー消費量等もですね、以前の旧庁舎から比べると大幅に削減が可能ではないかというふうな提案がなされているところでございます。今回は建設費の抑制、それからこういったもののランニングコストの抑制についても十分慎重にこちらの方も考えて、新庁舎の建設を進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。最後に一応スケジュールの方でちょっとご案内しましたけれども、今回、本来であれば皆様のこの特別委員会のある間にですね、ある程度の内容をご提示するのが本来だというふうに思っておりましたが、なかなか調整がつかない部分もございまして、大変ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。それから今後につきましては、6月中にでもですね、随時出されてくる絵とか、そういった内容についてはもうすぐにこちらの方にもご報告しながら、できるだけ早い段階で市民の皆様と協議のできる資料を揃えたいと思っております。何卒今後ともご理解とご指導とよろしくお願いしたいと思います。以上で説明を終わります。はい、ありがとうございました。
本件について何か質疑ご意見等はございませんか。はい、検出費の抑制、ランニングコストの抑制に努めるという点は大変強化したいというふうに思いますし、これからも取り組みを進めていただきたいというふうに考えます。まあ、その中で3点ほどですね、ちょっと思ったんですが、3000万で解体の工法を決定とかって言って入札が不調になっとった件になったじゃないですか。あの件はどうなっているのかという点についてまず伺いたいと。でこの何ページですかね、広くかこの都市計画道路、これはどうにもならない話なのか、これはどうしても遵守しなければならないしのものなのか、これをすることによってだいぶこう何ですか、なんか黒線満点ですね、どうにかならんもんだろうかなっていう、ちょっとそれはもう素人なりの話です。でもう一つ、その左の図に今設計会社の案という話だったんですが、あれは結局プロポーザルの業者を決めるだけの話であって、そうではないということを繰り返し申されたというような記憶の中で、これがまあ案というような話だったんですが、その意味に若干違和感を覚えたんですが、その意味は違和感なのか本当なのか、わずか間違いなのかという等も含めてちょっとお話をいただければというふうに思います。はい、柿田係長。はい、はい、ご質問いただきました。まず1点目、の不調に終わった分の件でございますが、昨年の1月に、入札をかけた案件といいますのが、今ご説明しておりました内容の中では、こちらの本庁の被害調査でございます。当時、県内でも非常にこういう調査が行われておりまして、なかなか業者がいなかったというのが最終的な結論でした。これは時期を待ってということで、4月からはですね、業者さんの方も前年度の仕事を仕上げるということも伺っておりましたので、新年度に入って再度かけさせていただいたということでございます。それもちょっと4ヶ月ほど遅くなっているということの中に含まれておりますが、今できる限り早い段階で調査を終えることを目標に頑張っていただいているところでございます。それから2点目の都市計画道路につきましては、こちら基本構想をする段階から都市計画道路が含まれているということは把握しておりました。ただ道路の形状とかですね、そういったものはまだあまりよくこちらも理解しておりませんで、敷地の条件としては設計業者さんとかにはですね、ここには建物が建てられないということだけお伝えして設計を提案していただいていたところでございます。今回はちょっと具体的に、道が入っておりますが、これは最近ですね、担当部局とお話をしました中でですね、こういった形が考えられますということで、聞いたところで図に落としているところでございます。今後またちょっと建設部の方とは協議を予定しておりますので、進捗があり次第ご報告を差し上げたいと思います。それからこちらに表示している図でございますが、委員おっしゃいました通り、当時提案された図で本物ではないということでお話があっていたかと思います。当然ですね、今提案があったものを表示はさせていただいているんですが、一応敷地内がかなり制限がかかっています。先ほどお話した道、それから水源地、北側の放送地、その中でどういかに工夫して建物を建てるかということでの提案だったということで、まずはそれをベースにですね、検討させていただいております。ただ今ボーリング調査等もかけておりますが、こちらは非常に支持基盤が分からない深いところもありますし、想像通りのところもありますので、そちらの調査結果次第でですね、建設が可能かどうかも含めて、今後調整を図っていきたいと考えております。ですので、これが最終形というものではなくて、今回限られた敷地の中でどうしたら市民エリアと執務市民の方が手続き等ができる庁舎が立つのかという提案、こちらの方をまずベースとしてちょっと考えさせていただいているところですので、その辺ちょっとご理解をいただきながらですね、今後出てきた図等で等でまたご意見といただければというふうに考えております。以上です。
了解しました。はい、まあ、今のように丁寧にですね、いろんな報告をしながら説明を加えていただけたらですね、いいかと思います。他にございませんか。はい、野崎議員。はい、今のちょっと都市計画道路の関係でお聞きします。まあ、今ちょっと詳しいことはわからないような話だったんですけれども、今緑で道路整備の方ですね、こうちょっと曲げたような形で提示してありますが、その隣に右側の総合病院の方に少し緩やかな曲がり方で、まあ、黒の点線でですねっていうのがあるんですけれども、まあ、いろいろと、まあ、道路のですね位置関係についてはまあ今検討されているんだろうと思うんですが、今ありますこの旧道というか今の現状の道がありますよね。これと合わせてこのこれに書いてある通りの道ができたとしたら、八潮市役所の敷地が、残りどうなるのか、どういうふうな計画があるのかちょっとお聞きしたいというのが1点。まずはそれをお聞きしたいです。柿田係長。はい、はい、今お尋ねいただきました都市計画道路が取った場合 の、 病院側の残地ということでございます。以前私どもが残地が出る可能性があるという中で、町内でも専門部会の中で話した時期がございました。これはですねまだ全然確定でも何でもございませんので、当時の専門部会の話として聞いていただきたいんですが、まあ、今ですねバス通り等のバスの停留関係もですね非常に不便な点があるということでご意見があったところもあります。ですので、まあ、バスが発着できるようなそういったスペースであるとか、もしくは敷地のですね大きさによっては何らか提供できる市の財産として何か貸せるといいますか、そういったものも考えられるんじゃないか、これは職員から以前提案があっていたものでございます。できるだけですね市の敷地としては結構な面積があると思いますので、今後ですね具体的に都市計画道路の位置が落ちましたら、残りの敷地としては十分また専門部会と組ませていただいて活用を検討したいと考えているところでございます。はい、以上です。野崎委員。はい、わかりました。またご報告いただければと思いますけど、あとその左の表図言があって、今上田議員が言われて、まあ、答えられまして、まあ、あくまでもというような話だったんですけども、あくまでもでちょっと聞くんですけど、この1階部分の面積って何平米あったんですか。これが分かると大体 何階建てっていうのが分かりますので、そこ教えてもらってください。柿田係長。はい、今提案、まあ、あくまでも提案ですが、こちらの方で大体3000平米程度だろうと思います。旧庁舎の敷地の上に載せますので、以前の敷地よりもちょっと広いような感じはいたしますが、かなりですね道からセットバックしているところ、それから、まあ、水源地等からですね引かれた部分を縮めていくと、あまりですね変わらないような面積にはなっています。ですので高さ的にも同じぐらいというふうな今見方で整えているところではございますが、今後のその道路の形状とかですねそういったものが変わり次第、例えば敷地面積の方が広くなればですね回数等でまたこちらも検討していくというふうには考えたいと思います。ただ今のところはこの条件の中での下面積ですので、上に積んだときというのはおおよそということで、ご判断いただければというところでございます。以上です。はい、野崎委員。はい、おおよそということで理解いたしました。はい、もう一点最後ですけど、スケジュールについて、まあ、当初からですね、まあ、第3期のこの市議会で、特別委員会を作ってというようなことで、やり始めたこの特別委員会ですので、まあ、基本設計が終わるまでというようなところでですね、この特別委員会の任期もそこまでというような話をしておりまして、まあ、幾度となく、この任期、私たちの任期がですね終わるまでには、まあ、基本設計の方をきちんと出していただきたいというのを何回も言ってたということであります。ただ今回提案されたように、
かなりスケジュールが後の方にですね伸びてきているというのがあります。で、まあ、いろいろとお話を聞いて、まあ、しょうがないんだろうなというような一定の理解は示すんですけれども、最終的に、これまで言われとった庁舎の竣工というのがこれによって圧迫されるんですか、どうですか、これで間に合いますかっていう話なんですけど、今までずっと間に合わん間に合わん、早しろ早しろっていうのをずっと言われてきたもんですから心配をしておりますけれども。柿田係長。スケジュールがかなり伸びているということでご心配いただいているところでもあります。実際標準を置いてますのは32年の末です。まだですね、そちらの方でスケジュールをしておりますが、現在のところ今のままでいくと入らないだろうというのは考えられるところです。ただ今後この後実施設計等も含まれております、進めてまいりますが、そちらの方でもですね、なんとか少しでも完成の年度を早める、完成させる月を早めるために努力はいたしますが、現状ではもうすでに入らないだというのはちょっと非常に言いにくいんですけれども、実際のところでございますので、はい、もう最大限努力をして、できる限りというところで、頑張らさせていただきたいと思いますので、何卒ご理解をよろしくお願いいたします。はい、田崎議員。はい、分かりました。この場ではご理解をしたいと思います。また一般質問で質問します。他にございませんか。一つだけよろしいですか。はい、山本委員。今、野崎議員から質問があったように、この都市計画道路 その専門部会で、残ったこの敷地についてということは、これ何ヘクトールあるの。これ団地は。はい、柿田係長。はい、道路と残地でおよそ3000平米ぐらいとこちらでは見込んでいるところです。はい、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 山本委員。職員も含めてから住んだところの敷地、まあ公有地ですからですね、利活用するようなですね、ことを考えていただきたいですね。これ市民の土地ですからね、それではっきり言っておきますから。他にございませんか。はい、委員長、言ってたんで、はい、確認です。はい、なります、委員。今、道路がこう、割り込んで、来とる部分でこれ見ると、今の駐車場のところはもうほぼ、道になってしまって、市民が、まあ、止めました、ところですよね。で、横を見ると、職人さんたちが止めようになったところも、がっぽり、行って、で今山本さんの質問の中です、残地含めて3000平米ということになると、それのまあまあまあ今からその検討しなっとでしょうけど、やっぱその駐車場とその今言いなったこと、やっぱ市民の市民の皆さんのものであって、その駐車場ががっぽりなくなっているこの道路整備を見ると、やっぱそういったことは思考としては今どんな、感じなんでしょうね。柿田係長。はい、今図の方では簡単に駐車スペースの方を示しておりますが、北側の駐車場の方がだいたい150台程度想定します。それから少しちょっと分かりにくいですが、南側の方に緑のスペースがあります。こちらは一応臨時駐車場として50台ほどは取れそうだということで今計算をしているところでございます。およそ八代市役所の閑散期の来庁者だいたい150台程度ピークですね。それから繁忙期になると200台か250台増えてまいります。現状でもですね、非常に駐車場苦しいところではございますので、今後どうにかですね、敷地をうまく工夫しながら市民の皆様がですね、いつ来てもちゃんと止めれるような配慮はしたいと思っているところでございます。谷松委員長。はい、まあ、今言われたようにその繁忙時150台分というのがありますけど、まあ、これからですね、
そのデザインをされていかれるんでしょうから、まあ、単純に見たときにあれだけの駐車場のスペースがなくなってしまうなっていう心配と、あと新庁舎にですね、一番思うところはやはり防災機能の拠点っていうことで考えた場合にですね、車中避難、熊本地震の時に非常に重くて、まあ、市役所もダメ、総合体館もダメっていうところで結構八千代の方に来られた時に小学校中学校の、駐車場がですね、とにかくいっぱいだったですもんね。で多分その先ほど言われた避難断層の割れ残りの部分で専門家、まあ、有識者が言われているところもですね、まあ、近い何十年か、まあ、近いうちに地震があるだろうという時に、地震が仮にあった場合にやっぱ駐車スペースというのは非常に重要になってくるなって経験上思うもんですから、まあ、そういったところの駐車スペースあたりはしっかりとまた考えていただいて、映画が出てくることを期待しております。はい、以上です。委員長よろしいですか。はい、山本委員。まあ、続きなんですけども、都市計画道路のこの道路というのは、本町1丁目の橋本のボンデのところまで突き抜けて、もともとがその都市計画道路をですね、球磨川のあそこまで、道路は計画してあったと思いますよね。でこれを今の都市計画道路これだけ曲げて、そのボンデのところまで、その先にどのような活用をですねするのかというのは、その発見てから計画性はきちっと今してるんかな。土木関係の何も意味がないと思うよな。何も関係取らないと、この意味これ曲げる必要も何もないわけだから、駐車場もいっぱい目いっぱい今なりません言われるように取れるわけですよ。そこはどうね。柿田係長。はい、都市計画道路の活用の意味としましては、現在ですね、建設部の方でまだ協議をちょっとさせていただいてない部分が多いもんですから、こちらでご返答はできませんけれども、今後ですね、協議をさせていただいて、どういった目的趣旨等をですね持っていらっしゃるかというのは把握して、またこちらの方でもご報告を差し上げたいと思います。はい、委員長、心当たりはですね、しっかりとですね、担当部と会をしながらですね、この都市計画道路の、まあ、計画が認定されたからもう40年ぐらいになると思うよ、私の記憶では。まあ、だからそれを活用するというのはですね、これだけの人口が減少してくる中で、街づくりの中でもですね、どういう意味を今これ今後も道路が持つ意味というのをですね考えたときに、このようなその道路をですね、わざわざ我が家の敷地場ですね、まあ、真ん中はですね、都市計画あるから、それをですね、計画を見直してるのは、こういう見直しをしないかんですよ。うん、再度まあ、ここは慎重にですね、審議してください、担当部と。そういう意見があったということは。はい、何も意味ないんですよ、これ。何も意味がない。他にございませんか。はい。以上で、新庁舎建設事業の進捗状況と今後のスケジュールについてを終了いたします。その他ございませんか。内容ですので、以上で新庁舎の機能規模予算など新庁舎建設に関する諸問題の調査を終了します。次に閉会中の継続調査の件についてお諮りします。本委員会の特定事件であります新庁舎の機能、規模、予算など新庁舎建設に関する諸問題の調査についてはなお調査を要すると思いますので、引き続き閉会中の継続審査の申し出をいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。よし。異議なしと認め、そのように決しました。以上で本日の委員会の日程は全部終了いたしました。これをもって新庁舎建設に関する特別委員会を散会いたします。ご苦労様でした。